サウジアラビア1部のアルヒラルが、サウサンプトンに所属する29歳の日本代表 DF 吉田麻也の獲得を狙っているようだ。1日にサウジアラビアメディア、マンシートが報じている、同メディアによると、アルヒラルのサーミー。アルジャービル会長が、我々は外国人ストライカー、外国人ディフェンダーとの交渉を得た、記事全文を読む。